月末恒例の鎌倉にやってまいりました。早速ご紹介したいと思います。超次元超時空間消化体覚醒医学無限大医師ドクタードルフィン松久忠先生です。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生またまた本出ちゃいましたね。今手にお持ちになっております。こちらです。はい、8月5日に今年4冊目のご本ということで、はいはい、絡まった心と体のほどき方。そうですね、はい、これ私の今年の4冊目です。今年はもう10冊超えると今いう状況で進めております。すごいですね。途中段階の1冊なんですけど、はい、これはあの PHP 研究所って皆さんご存知の超お固めの、超大手のですね、はい、お固めっていうかですね、真面目ですよね、とっても。日本の新しい生き方を作ると言ったらいいと思います。松下幸之助さんが作った、出版社であります、はい。日本人の新しい生き方を世に示した偉大な人物。それがですね、はい、新しい生き方で、今 PHP 研究所はですね、私はぜひこれから第二の新しい生き方を作ってほしいと願っていて、それが私のお役割と。いうことじゃないでしょうか。ついにですね、現代版の進化したもう変態地球人の、はい、変態っていうのはですね、もう光り輝く今までの常識固定観念のない、まさに、素晴らしい地球人という意味ですね、はい、そういった新しい方をこの本に凝縮いたしました。すごい。要するに古い自分を解き放ち本当の自分を取り戻す本であります。いいですか皆さん、これはね、ものすごくね、はい、今までにない本で、私がついにですね、はい、普通の、本当に普通に生きてる一般の地球人を目覚めさせる本を、ついに作り上げましたら、すごい。私だけの力ではなく、この本にはですね、リエさんというですね、はい、アナの飛行機の機械を担当して書いた、はい、まさに今もう時代を駆け巡る、アーティスト、笑顔のアーティスト、素晴らしい絵が、この表紙の絵もそうなんですけど ね、 そ, うですよね。その人が半分絵を担当して、はいはい、それぞれ質問形式で何々するにはどうしたらいいでしょうかっていうね、はい、質問に対して私が返答する。そしてさらにそれに対して素晴らしい絵が作るという、今までにないまさに皆さんの魂を目覚めさせる本であります。素晴らしい。まず表紙からして、表紙からってこれはもうふわふわしてますね。今までの先生の本とはテイストが全く違いますね。全く違います。私は地球人全ての全員に読ましたい、はい、それは日本語だけじゃダメだということですね。中国語、英語から全てですね、はい、私は全て、本当は犬猫もう本当はね、もう本当あれですよ、地球に存在する全ての微生物ぐらいにも読ませたいですよ私は。なるほど、うん、ここにいる石たちにも読ませたい。こんなね、あの本はね、私は本当にこれは今生命として存在するならこれを読めと、これ以外に読むなと言いたいです。そうですか。それぐらい私は自信を持ってます。いいですか。本に書いてありますね、はい、ブレインオフソウルオン、新しい言葉作りましたね私、はい、これどういうことかというと、皆さんブレインで生きてきた、はい、ブレインは休ませろと、はい、潜在意識を使うなと、潜在意識を活性化しろばっかりして、そんなもんダメだと、そんなプロセスとゴールを持った世界にはつまんない、魂を喜ばない、心が喜ぶだけだと、これから魂を喜ばせないといけません。そのためにはブレインは眠らせる、いつか脳は眠らせて、ソウルオン、魂をオンにし、魂でこの本を読んでください。だから理解する必要は全くないということです。理解はいりません。だからここにね、魔法のおまじない付きって書いてありますね。これ魔法のおまじないがついてるんですか、うん、そこに、うん、これはね、本当にたくさんのね、あの魔法のおまじないが最初に、一番最初に書いてあります。どういうことが、ま、おまじないかって、それを最初に紹介して、はい、あとはですね、まあ、あの人生、仕事、生き方についてっていう第1章があって、はい、それから第2章はですね、恋愛、結婚、家庭についてという章で、第3章が生命、健康、死について、でそれぞれもいくつかいっぱい質問があります。もうね、皆さん質問だけね、読んでるだけでもね、皆さん、あの私たちはどうして生まれてきたのかとかね、はい、魂はあるか、どうして貧乏に生まれたり、家庭環境が優れないところに生まれちゃうか、学校でいじめられるのはどうしてか、子供の不登校はどうすればよいか、仕事がうまくいかないときどうすればよいか、人間関係がうまくいかないときどうしたらいいか、自分に合った仕事や生きがいをどう見つけられるか、はい、からずっと始まって、親の介護をどうすればいいかとかね、人に裏切られたり嫉妬深い性格はどうすればいいか、努力してもダメな場合はどうしたらいいかとかね、
きな人と恋愛して好きな人へうまく伝えるため思いを、失恋したらどうしたら立ち直れるかとかね、不倫をした自分はどうしたら立ち直れるかとかね、離婚を考えてるが子供のことを考えるとできません、どうしたらいいか、まあ、そんなね、あとはもう私ドクターですからね、生まれつきの病気や難病はどうすればよいのでしょうかとかね、うつ病は心の病気を改善する方法は何かとかね、病気でない心と体を作るにはどうしたらいいか、死ぬのが怖いどうしたらいいか、まあそれでは健康のための食事と運動は何かとかね、老化を防げるか、まあこれ一気にいきましたけど、まさに人間として皆さんが知りたいことはほぼ 100% に深くこの本にあると思ってもらっていいです。私と編集者の皆さんで、はい、もう本当に今の人間に必要な質問を全て網羅したと考えてます。なるほど。全て生命体として必要なことをあらゆる四方八方から打ち込んだ本だという本になります。だから先生が言葉で解説し、それがもう本当に魂で理解できる絵を、で今まで人生啓蒙本だったかね、はい、先行哲学とかいっぱい本ありました、コーチングの、全部捨てろって私は言います。なるほど。もういきません、この一冊登場しましたから、いらないわけですよ。だって今までのあったら邪魔になる、脳を使うから、これは ね初めて脳を使わない本、つまり読んで私がそんなバカな、そんなことありえないっていうことばっかり書いてあります。それが魂にとって必要なので、もね、ありえないと思った時に魔法のおまじないが来るわけね。魔法のおまじないって書いてあるんだけどね、本当に簡単なことをしたら読んで理解できなくても、理解しないままにしろと言いたい、するなって、あえてするなと、そのままで魔法のおまじない書いてあることをすれば、あなたの潜在意識、潜在意識は理解しなしてなくても、あなたの超潜在意識、宇宙の英知とつながるエネルギーが全部そこに受け入れて、そこにインプットされますと、情報が。だからもう必ずあなたに役立つということなんですね。頭は理解するなと言いたい、あえて。そういう本なんです。初めて出ましたね。はい、そういう本。じゃあ先生、あと中の絵も何とか紹介いただきたいの、はい、見たいですね。見せちゃおうかな。はい、これパッと開けたところね、これ、私たちはどうして生まれてきたのでしょうか、また何を目的として生きているのでしょうかって私が質問をお答えしてます。はい、なので、これは知らないといけない、生きてるからには、絵は見てください、このディエさんの絵見るだけでもう何これ、なんかもうピンクのお花の中に、ピンクのお花の中でね、お母さんとお子さんが包まれてね、抱き合ってる、母と子供がね、まさに生きててよかった、生きてきてよかった、地球に来てよかったっていうイメージじゃないですか。そうですね。他の絵もちょっと教えていただいていいですか。あとね、どうすればお金持ちになるのっていうところ出てきちゃったんですかね。それはもう、まあ、これはもうそれの秘密も書いてありますよ。お金持ちになる秘密は、ね、お月様の絵ですね。あの何でしたっけ、好きなあの人へ自分の思いを伝えるにはどうすればいいか、こんな絵とかね、男性と女性がハグしている、素敵ですね。ハグってこれね、もう魂のハグですね。体のハグはどうでもいいですね。ソウルメイトって本当にいるんでしょうかっていうところだとね、はい、何これ、もうハートがこれ見るだけでソウルメイトがいるんだって、何もいらない絵ですね。なるほど。まあ、こういう本はね、私はね、もうこれはもう全ての作り、もう他の本は全部いらないと言っちゃう、怒られてもいい。先生の他の本はどうですか。私を叩くならお尻ペンペンしてください。でも本当のこと、この本だけでいい。家の本全部捨てなさい。あら、まあ、そのくらい生きちゃう。そのくらい生きちゃう。いや、でも先生の本も素晴らしい本いっぱい出てるので、それは捨てないでいただきたいんですけどね。うん、それも捨ててもいい。え、そうですか。そこまでいっちゃいますか。うん、でもね、でも捨てないでくれると嬉しいな。でもいいけども捨てないでくれた方が嬉しい。わかりました。はい、はい、うん、でちょうど今絵をご紹介いただいた中にちょうど絡んでいるご質問をいただいているので、はい、うん、最後にこの本にもう一個質問が出るような感じだね。そうですね、特別版だね。何でしょう。はい、実はですね、8年ほど前からかなりもがき苦しんでいらっしゃるそうで、もっともがけてるんだけど、エネルギーワークとか霊気とかお勉強して実践されてるそうなんですよ。あ、そんなことしなくていいのにね、したいのね。はい、したいんだと思います。はいはい、そしてですね、ベストパートナーに巡り合いたいと望んでいらっしゃって、ベストパートナーって誰って感じだけどね。はい、はい、うん、今4年ほど付き合いしている男性がいらっしゃるそうなんですが、まあ、うん、なんか残念ながら煮え切らなくて、なかなか結婚の方向に行かない、うん、行かないと。果たしてこのままお付き合いを続けていいのか、お付き合いをやめて他へ移った方がいいのか、うん、自分で決断できずにちょっと苦しんでいらっしゃる。私一回とも困ったけどね、はい、自分の魂しか知らないことだから、そうなんですよね。それをバッサリ今から切っていきますよ、一つずつ。はい、まず最初の質問なんだったっけな、
いろいろ、エネルギーワークや霊気を勉強されてらっしゃる。その前に1個あったでしょ、もがき苦しんでもがいてでしょ、あなたがもがきたいからもがくのね。だからもがくということは、もがくことで気づいてまた分からもがくという設定してるから、もがきたいわけ、でももっとまだもがいてるってことはもがきが足りないわけ。もっともがけばもがかなくていいっていうことに気づくから。2つ目何？2つ目がエネルギーワークや霊気、そういったお勉強されていて、一生懸命努力はされていると、それは絶対うまくいきません。努力するから。努力っていうのは地球、古い地球です。嫌だけど我慢してやってるのは努力。楽しんでやるんだったらそれやってる。いい、あ、なるほど。もう楽しくってもうこれやる、誰にやめろって拷問されても俺やるんだって、もう生き延びるぐらいで楽しんだったらやってる。いい、それ以外はやめた方がいい。そんなガチったものやってどうするんですか。じゃあこの本を読んだらいいです。なるほど。そんなことを勉強するんだったらこの本を読むだけでいいです、じゃあ楽しいと感じてるなら続行を。楽しいで足りないね。あ、すごく楽しい。これがあったら俺はもう死んでもいいんだみたいなのことはやりなさいと。そうじゃなければもうガチってるからやめとる、やめた方がいい。この本読んだ、はい。そして、4年ほどお付き合いしている男性がいるんですが、なかなか結婚へこう踏み切ってくれない、そちらの方向に行かない、なのでこのままお付き合いを続けた方がいい。それさ、あなたたちがさ、地球に生まれる前にさ、4年前に出会おうって約束してさ、お互いに逃げ切れない中で学ぼうって約束したんじゃない。だから逃げ切れないの楽しまないと。逃げ切らないでいいので、それ逃げ切らないで決まっちゃったらお互いの約束破っちゃう。逃げ切らないあなた、自分を楽しみなさいって、これで終わりです。なるほど、以上終了ですか。それで他おしまいです。あ、それで全て完璧な答えですね。そうか、逃げ切らない自分たちを楽しんでたらいい結果が出るんです。うまくいくかもしれないし、完全に穏やかにハッピーに別れるかもしれない。どっちかです。逃げ切らない自分を嫌だ嫌だやるから、もっと逃げ切らなくなるんですよ。だって逃げ切らないようにしましょうって約束してるのに逃げ切らないで嫌だって何ですか。それなるほど、先生なんかどんどん進化してらっしゃいますね。もう進化しすぎて私が消えちゃいますよそのうち。わかりました、では今日のお話、質問の答えにも、ヒントたくさんありました。本の中にはもうヒントというか答えがいっぱい詰まっているということで、この本一冊読めば全て答えはここにあります。皆さんの今ほらほらほら皆さんのハート魂にある質問、この本に全部答えます。わかりました、ということでぜひ皆さん手に取って、中をご覧いただいて、ぜひお買い求めいただけたらと。お求めください。先生、今回もありがとうございました。皆さんの魂喜ばせます。ありがとうございました。ありがとうございます。